10レースは第7回のマイルチャンピオンシップ淀野マイルに栄光を目指しまして18頭の枠入りが始まっています。単枠指定の3番赤い帽子、3枠5番のバンブーメモリーもゲートの直後、続々と光るダンサー、エイシンウィザードなどが収まります。それからルイテイト、最後に堀のウイナー、ゲートイン完了です。スタートしました。先行争いはオラトリオがまずいいスタートを切っているようです。オラトリオまず先手を取る構えですが、内の方からナルシスノワールが出ていきました。しかし間からはミスティックスター、まずナルシスノワールが先頭、ミスティックスターが早めに番手、堀のウィナー3番手、あと4番手にはユートタイム、ヒカルダンサーも早めに行きました。これが5番手ぐらいです。あとはエイシンウィザードが6、7番手、その後ラッキーゲランとオラトリオ、ルイテイトは7、8番手の外目をついています。その後内をつくバンブーメモリーは前から10番手ぐらい、あとシンゲイルを足すカッティングエッジ、このグループには東証マリオが中段です。それから大宅ヘリオス後ろから5、6投目、あとパッシングショット、シンウィンド、後方から2投目がダンシングサム、最後方はサマンサ投手を追走で各馬3コーナーのカーブに向かいます。ナルシスノワールが先頭で半馬身のリード、堀のウィナー2番手800を切りました。ミスティックスターが3番手を追走で、ヒカルダンサーは4番手、あとはルイテイト、エイシンウィザードが5番手6番手、その後にラッキーゲラン、それから内をつくユートタイム、さらにはバンブーメモリーは前から10番手ぐらいを進んでいます。バンブーメモリーは10番手ぐらい、カッティングエッジがその外につけました。シンウィンドも差を詰めて中段。さあ第4コーナーから直線に向いて堀のウィナー先頭か、堀のウィナー、内ナルシスノワール、エイシンウィザード、さらにはルイテイトが差を詰めてくる。バンブーメモリーは現在5、6番手ぐらい。さあ先頭今度はエイシンウィザードか、エイシンウィザード、しかし堀のウィナー、内からはラッキーゲラン、内からラッキーゲラン、あるいは間からはバンブーメモリー、外からパッシングショット、パッシングショットが一気に先頭、バンブーメモリー、あるいはサマンサ投手追い込んで、さあ2番手に届くかどうか、先頭はパッシングショット、パッシングショットゴール、2番手にはバンブーメモリー、結局パッシングショットの差し切り勝ち、2番手バンブーメモリー。